はい、これはですね、おそらくはホットビールだと思うんですが、フォードの COE というトラックを前に紹介したと思うんですけども、フォードじゃない、ダッチですね。ダッチ COE というのを申し訳ない、紹介したんですが、それの車だと思われます。一見架空車に見えるんですけど、この形がちょっとダッチ COE の独特さに似ているかなというところが、思います。ダッチ COE っていうのは、前にも紹介したんですけど、1950年代独特なでかい横長のラジエーターを持ったトラックでしたね。で、それがあったんですけども、まあ、ホットビールってのはそういうところの見分けがちょっと難しいところがありまして、まあ、変な車、まあ、要は架空車ですね。で、それを出しているのも多いんですけども、同時に変な車を出しつつも、まあ、変な車の中でも実はコンセプトカーだったりするとかいうね、そういう車があったりとか、あとはあんまり知られてないような車種を採用していたりとか、まあ、そういったことが紛れ込んでる場合があるんですね、ホットビールは。ですからそこのところが非常にね、見分けがつきにくいところなんですが、多分ダッチ COE ではないかなとはまあ思いますけどもね。まあ、なかなかこういうすっとぼけたこの顔がね、良くて、でそれでこういうふうにキャンピングカー仕様になっててね、こういうところがこういうふうに開けるんですね。で、こういうふうに開いて、キャリアカーみたいになって、こうやってやって、これで車を運んで、ここにブワーッとこう乗せてね、行くのではないかなと思いますけど、なかなかいいなというふうに思うね、車に仕上がってるんじゃないかなっていう感じです。どうもありがとうございました。